困難救助隊の初代隊長の黒田国平です。困難救助隊は、結婚したい人が結婚できない社会になってますから、結婚したい人は結婚できる社会にしてほしいということで、この動画を続けてます。もうですね、すでにもう結婚したいのにできない社会になって随分経ちますので、もう結婚したかったのに結婚できずに死んだ人がたくさん出てしまっていると思います。その無念を晴らしたいし、情けない人のためならずというのもあるんですけど、あと、職場がね、女性がいるとかいっぱいいるところでも、結婚できない人は結婚したいのにできません。できる人はできます。2度3度もしてしまう人もいます。今日風が寒くてですね、安定した天気だってことで、ほとんど雲がちょっとだけですね、ほとんど快晴に近いほどの、ちょっとこっち側に雲がね、流れてますけどね、白い雲でね、晴天でね、ただ寒いんですね。昨日は、ちょっと曇りだった予報が晴れて、昨日のが逆にね、天気予報と違うのが違って、ロケしやすかったぐらいなんですけど、今日は風が寒いです。だからちょっとマスクしてます。で、おととい、ありがたいことに職場で、1回目のね、新型コロナワクチン接種しましたけど、やはり、副作用というか、副反応って言ってますけどね、翌日ね、打った翌日がやっぱり一番きついですね。だからね、職場でもその休みの前の日に打つように指示されてましたから、まさにその通りだなと。で、今日もちょっとはこの、打った、名残は残ってるんですけど、だいぶ軽くなってきてる感じがします。だからやっぱり打った翌日はですね、やっぱりちょっとゆっくりした方がいいんでしょうね。ちょっと私不定休なので、ちょっと連休取らせていただいたんで、今日はちょっともう、休みなんですけどね、ちょっと天気が冷たいくらいですね。風が冷たいです。でもまあなんとかね、長袖でね、いられない感じはないし、まあでもこう、太陽は暖かくてですね、なんとかこう、こんな感じでちょっと首のあたりでね、こう隠せば、でマスクすればいられるかなって。まあ何度も言いますけど、なかなかね、この日浴びながら、やっぱり家の中が日陰になっちゃいますんで、こう冬以外はね、冬は結構中に入ってくるんですけど、こういう時間帯でもね、朝10時少し回ったぐらいですよね。でもあっという間ですけどね、休みもね。この方法がまあいいんじゃないかと。まあ、曇り雨の日はね、どっちにしろもう太陽出てないわけですから、中でやるしかないんですけど、まあね、冬は無理でしょうけどね、冬の寒い日はね、風の強い日はね、まあ、春先ね、もう4月の今日は何日ですか、26ですか、月曜日ですけどね、4月の26日あたり、まあ、今日は寒いは寒いですけど、風がね、冷たいですけど、でもまあ、こうやって、日に浴びながら、ロケ時間に過ごせるっていうことで、まあ一応一石二鳥を図ってるつもりなんですが、まあとにかくね、結婚な問題、結婚したいのにできない人っていう方のその内心の辛さ、それがね、表面上は諦めとか、あとお一人様をね、優雅に暮らしているように見られる人もいるかもしれませんけど、実はそういうことは言えないだけで、結婚したいのにできない、そのまま一生終わってしまうという人は大勢いるはずです。それをこう誰かしら言える人が言わなければいけませんから、こう言ってるわけなんですよ。で、マッチングアプリも、もうそれにエントリーする女の人というだけで、やっぱりその積極性が違ってきますし、職場では逆にその積極性があまりこうないかもしれないし、その中間あたりが必要なんですが、そういう仕組みが社会には今のところないです。マッチングアプリだとやっぱりこの多くの人が参加しちゃいますから、
人気がやっぱり分別されちゃうんですね、格差されちゃうんですよ、だからやっぱりね昔の知恵で、散々ね封建制とか言って家制度をバカにして今の人間が過ごしてきましたけど、そのおかげで非常に逆に辛い思いしなくて済んだ人が辛い思いすることになってしまった逆転現象が起きたのは、やっぱり今は企業中心ですから、で大企業がイニシアティブを取ってますから、言う人がいるわけないし、この同時代でそれで以前だったら結婚したいと思ってできてた人がなんとか一生暮らせたのに、パートナーとね一緒に頑張って、そういうことができずに、格差がついちゃって、だからはっきり言ってマッチングアプリとか職場でも結婚できる人は結婚できますからそれでいいんですけど、あ、ちょっとね、今郵便屋さん、なんかですね、ロケ時間にですね、郵便屋さんが来てしまいました。郵便屋さん、ちょっと、まあ、しょうがないですね、これね。まあ、今日来るなとは思ってたんですけど、まさかロケ時間に来るとは思わなかったんで、ちょっと間が空いてしまいましたけどね。ちょっと編集の方法が分かんないというか、そこまでやるちょっと気力がなくてですね、多分何をやってるんだって時間が入っちゃったと思うんですけど、しょうがないですよね。だって配ってもらってますよね。しょうがない。で見たのがで、とにかくそうなんですよ。だから、一生懸命ねやっててもやっぱりね結婚したいのに、結婚できない人はマッチングアプリとか職場に女性がいても結婚したいのにできない人ができるのは当たり前で、その人たちにとっては本当に結婚は難しいです。結婚したいのに。だからそれを結婚できるように何とかする社会にしてください。本当お願いしたいです。で、まあね、茨城新聞のですね、この前ですね、なんだかスルーしちゃったんですね。で、4月22日の新聞だったんですけど、日清基礎研究所の天野加奈子さんっていう東大経済学部のですね、卒業したシニアリサーチャーがですね、やっぱりね生涯独身について、また内閣府の少子化関連有識者委員なども務めてくれてて、少子化問題とか結婚難問題とか考えてくれてる方の一人なんですけどね、その方が今連載してますけど、私が見た限りでちょっとね、3回目ですかね、3回目ですけど、今日は、日本では50歳時点で結婚歴がない男性が4人に1人、男性が未婚化で数でも割合でも女性は圧倒すると聞くと、バブル崩壊以降男性の給料が下がり非正規化も問題と、男性の就労問題に未婚化の原因を持ち込むお金論者が見受けられるけど、しかしここが大事なんですけど、男性に経済負担を一手に背負わせる中高年世代の結婚の常識こそが若者の未婚化を生む元凶なのだと、もう私なんかはもうちょっと高齢化
男性の未婚化っていう問題で年の差婚なんかもお願いしたいと思ってるんですね。だってあの女性もね、科学がね発達して出産のね人工授精とかも発達すれば、まあちょっと年齢が高くなっても以前よりは出産もできるようになってきてるとは思うんですが、男性の場合は精子の能力は落ちるそうですけども、だけどやっぱり生涯一応子供ができるっていうか、発射できるですね、こういう、射精ですね、こういうねデーブ・スペクターかとかいう感じですけどね、そういうデーブ・スペクターではありません。とにかくね、ちょっと郵便屋さんがねマッチングしちゃいましたのでね、ちょっとその時間でちょっとインターバルが起きちゃったんで、ちょっと最初はねおかしなデカ伊藤四郎さんね、素晴らしい役者さんでね、ちょっと2本撮りしようと思ってたんですけど、ちょっと別の番組とね、で3本撮りにして、これはこれでちょっと違う内容します。ですね、で家計は男性だってその昔の、だから、今ねもう共働きでもいいよっていう方向に持ってってこれ来てるんですけど、逆にね、女性がね力を持っちゃうと共働きでも男性を選んじゃう時代になりますから、私はねこの天野かな子さんね素晴らしいと思うんですよ。こうやって新聞に少子化問題考えてくれてて、で東大の経済学部でデータを使って語られてますから、ただこのほとんどのね論壇の人は頭人たちはこうですけど、実際にこう当事者として見るとマッチングアプリにしてもそういう男女雇用均等法にしても女性の方が平等以上になってしまって選ぶようになっちゃいますから、男性とか女性、男性だけにこう仕事っていうだけじゃありません。そんだったら紐は何なんですか。紐、女性に働かせて金もらえる紐っていう存在が成り立ちません。とにかく結婚したくてもできない人っていうのは内気な面やシャイな面もあるでしょうけど、でこれだと参考とか相続性男子でも醤油顔とか、ジャニーズとか BTS に取られてしまいます。だから この天野かな子さんはやっぱりエリートですから、日清のおばちゃんこんにちはの人たちもヤクルトおばちゃんもきっと今の時代では紹介さえしてくれません。仲人とか知人の紹介もあったとしてもお見合いにしても個人情報保護法とか、私が相手をで失敗したらどうしようかといって昔みたいな思い切りもありませんから、結婚したくてもできない人はマッチングアプリがあろうが男女雇用機会均等法になろうが均等になろうが女性の立場が上がろうが男女共同で仕事しようが専業主婦になろうが何がどうしたってなれません。だから結婚したい人は結婚できる社会にしていかなければ、そういう目的の方からこう設定していかなければどんな方法を使っても無理です。その証拠が私です。一度失敗してますけど、とにかく結婚した人が結婚できる社会にしなければ、もう結婚したいのにできなかった死んじゃった人がたくさん出てます。本当にねこれ就職とか受験より難しいですよ。結婚した人が結婚できないっていうこの状態は LGBT とか、シングルマザーになるよりも結婚したい人が結婚できない方が難しいです。これは、マジョリティの数値化したって分かってるはず。だからこれは私しか分かってないかもしれないです。そういうことで、だから結婚した人が結婚できる社会にしなければどんな手を打ったって無駄です。マッチングアプリだって無駄です。金だけ払うことになっちゃいます。ただ結婚できた人はそれでありがたがりますから、2度でも3度でもできちゃいますから、そういう人たちは。だから結婚したくてもできない人は
何やってもダメなんですから、結婚した人は結婚できる社会にしなければダメなんですよ。そういう方向に頭を持ってって思想を変えなきゃダメなんですよ。だから本当お願いしたいです。